明大寺キャンパス分子科学研究所は自然科学研究機構を構成する愛知県岡崎市にある大学共同利用機関。略称は分子研。1975年4月22日に愛知教育大学の旧都市所を仮庁舎とし分子構造研究系、電子構造研究系、分子集団研究系の3つの研究系と機器センターを持つ。 研究所として設立された。分子科学分野における日本の中核的な国立研究所である、総合研究大学院大学の大学院生に対する教育も実施している。全国の大学が実験機器を総合利用するプロジェクトである大学連携研究設備ネットワークの全国事務局が置かれている。大型測定機器や高速計算機など非常に高額で、 大学単独では購入することが難しい研究機器を整備し、全国の大学へ開放することで、世界トップクラスの分子科学研究を行う拠点として設立された。当時の大学が抱えていた、教授中心の閉鎖性、非流動性、非効率性など、研究を妨げる諸問題を打破するため、教室経営官の各教授からの独立、教室経営官を組織した。 技術科の設置、教授と助教授の独立した反抗座制、研究者の内部昇進禁止、助手の人気性、所長構成員選挙で選ばないことなど、研究者の流動性を確保することで、研究施設を広く開放するための制度を最初に導入した研究所である。物理学者や科学者の間では、ノーベル賞を取るために設立された研究所と言われている。 ノーベル賞を受賞した者は今大がいいが、東京大学、京都大学など有力大学に属する物理学者や科学者で、当研究所での研究を経験した者は多い。2008年4月現在、以下の4つの研究領域と6つの研究施設及び、技術化を有している。また、計算科学研究センター、生命創生探求センターとも連携している。経理など、管理業務は、 岡崎統合事務センターで行われている。3年に一度、秋に研究施設の一般公開が行われる。近年は2018年10月20日に開催された、名古屋鉄道本線東岡崎駅が最寄り駅、東海道新幹線とよ中部国際空港からは、東岡崎駅へは名鉄が利用できるほか、直行バスもある。いずれも1時間程度。 駅から南口を出て、徒歩5分程度。自然科学研究機構予算2010年4月21日閲覧。自然科学研究機構外部資金2010年4月21日閲覧。自然科学研究機構職員数2010年4月21日閲覧。自然科学研究機構大学院、教育2010年4月21日閲覧。分子研 レターズ60セプテンバー2009分子研技術科案内2009分子研、レターズ60セプテンバー2009分子科学研究所の創設の経緯分子科学研究所愛知分子科学券を20日公開最先端スパコンも岡崎朝日新聞 https w w w a s a h i c o m アーティコルズ アセルブ9 3 d q s l b q a b g b 0 0 1 h t m l 2 0 1 8年10月20日閲覧。ありがとうございます。